模様が彩られた艶のある器に。こちらは全国で人気の洗濯石鹸。こうした日用品や家具の数々、実は刑務所に服役中の受刑者が制作したものです。受刑者の社会復帰に向けた活動を知ってもらおうと、昨日と一昨日の2日間鳥取市で共生展が開かれました。会場には全国40カ所の施設からおよそ700種類1万点に及ぶ製品が集合。このうち鳥取市にある鳥取刑務所で作られた小銭ケースは、デザインから受刑者が手掛けています。実際にお客様の手に取っていただけるように、一般のお客様の手に届くようにというような願いを込めて、気持ちを込めて受刑者が一つ一つ丁寧に作っておりました。ほとんどの作業が受刑者の手で行われているため、こうした展示販売は作り手の喜びを感じることができ、社会復帰への一歩につながるといいます。会場を訪れた人は、共生店はね、以前も来たことがあるんですが、靴を買って帰ったんですけども、今どんなものが出てるかなと思って、やっぱ家具はいいですね。一生懸命というか、気持ちがこもってる、丁寧に仕上がってる感じは受けます。彼らは刑務所での生活が終わった後にはですね、また社会に戻っていくわけでございますので、皆様にそのあたりのことをご理解いただきたいというふうに思っております。会場には2日間でおよそ2500人が訪れました。展示販売の売り上げの一部は犯罪被害者の支援に使われるということです。